演劇集団青の会 YouTube チャンネルちょい足しレシピ豆です。今回の渾身の一食、普段食の細い私豆が貴重な一食を全力で楽しむ企画です。今回は飼育菓子でお寿司を作ってみたいと思います。使うのはこちら、じゃじゃん、クラシエポッピンクッキー楽しいお寿司屋さん。お寿司といえば普段は回転してるお寿司屋さんしか行ったことがありませんが、回らないお寿司を自分で作ってみようと思います。パッケージを見てみるといろんな種類のお寿司が作れるみたいです。よいしょ、箱の裏に作り方が書いてあります。では早速開けていきましょう。中に入ってたのはご飯の素、卵の素、マグロの素、イクラの素 AB、 醤油の素、ソフトキャンディー、スプーン、スポイト、トレー、そしてお寿司屋さんシートです。出来上がったらこのシートに並べるみたいです。そして水を用意しました。まずこの水というところに水を入れておきます。OK、では1番、ご飯を作ろう。トレー1のくぼみの内側にある線まで水を入れます。そこにご飯の素を入れ、まとまるまでよく混ぜます。ここに水を、うん、じゃあご飯の素、これをこぼさないように入れます。混ぜて混ぜて、あ、まとまってきた。トレーの渦が書いてあるところ、これかな、の横にある線まで水を入れます。そこに卵の素を入れ、よく混ぜたら平らにします。スポイトを使います。卵の素混ぜる。これを平らにする。平ら、ほなった。これね、汚れたらここで洗えるんだって。よいしょよいしょ。3番、マグロを作ろう。トレーの波線が書いてあるところの横のにある線まで、ここか、水を入れます。そこにマグロの素を入れ、よく混ぜたら平らにします。お水入れます。マグロの素、これも混ぜます。これを平らにならす。4番、のりを作ろう。黒いソフトキャンディーをお寿司屋さんシートののりの大きさガイドの大きさに手で伸ばします。ここに置いて手で伸ばす、手で伸ばす、なんかどう、これでいい、できた。イクラを作ろう。トレーの A の横にある線まで、これか、水を入れます。そこにイクラの素 A を入れて、よく溶かします。同様にトレー B の横にある線まで水を入れ、これだね、そこにイクラの素 B を入れて、よく溶かします。イクラの素 A を入れます。よく溶かします。お、なんか水色だ。 B の方にも入れます。よいしょ、はい、こちらもよく溶かします。
赤い。イクラの色だ。スポイトで B の液を吸って A の液の3センチぐらい上からゆっくりポトポト落とすと粒ゼリーができます。すごい。早速やってみましょう。これを吸う、そして3センチ上から、すごい、イクラができてきた。6番、さあお寿司を作ろう。いよいよお寿司ができそうです。これをちょっと6個に分けてみる。6個に、すごいムチムチしとる。ここにご飯の大きさ合わせるところがあるんで、ここにこう形作るの難しいね、結構ね。 OK、 ほい、よし。じゃあここに卵半分に切って、でこれをひっくり返して乗せます。あ、逃げる、逃げます、逃げます。よいしょ。卵をせーの、ペイ。すごい、なりました。次マグロ、マグロも半分に切って、そして乗せます。ピチッ、固まってる、ちゃんと。これをせーの、よいしょ。お、これはうまく乗った。すごい、これもマグロのボヤがついてます。次イクラ、イクラだね、イクラ、イクラ、イクラはご飯を巻く、よいしょ。この海苔をピリピリ持ってきて、ご飯に巻く、巻く、巻ける。よいしょよいしょ、お、頑張れ。よいしょ、ここにイクラを乗せる、これを乗せる。おお、お、すごい、イクラキラキラしてる。イクラ大盛り。あ、これ以上厳しいか。あ、いけるか。あー、無理じゃん、苦しい。で、もう一個ちらし寿司なんだけど、で、マグロと卵をスプーンで細かく刻んで乗せるらしい。1、1、こんな感じかな。ここと、ここを、はい、刻む、トントントン、刻む、乗せる。乗せて、最後にイクラを乗せるらしい。職人としての腕が試される瞬間、えい。あ、めっちゃ難しい、めっちゃ難しい。できた、乗った。最後に醤油を作ろう。スポイトに半分ぐらいの水を吸って、トレーの1に入れます。そこに醤油の素を入れてよく混ぜると醤油の出来上がり。1、2、この醤油の素入れます。混ぜると、お、醤油の色になってきた。できました。回らないお寿司屋さんの完成です。すごい、これお寿司に見える。でね、作ってる時からすっごい甘い香りがお寿司からしてました。とにかくね、これめっちゃ可愛いの、お寿司。早速食べてみたいと思います。いただきます。イエーイ、今日のお昼はお寿司だな。これ、卵からいこうかな。難しい、ちょっと待ってな、難しい、めっちゃ。お、いくぜ、いくぜ、よいしょ。
甘い。何味？美味しい。でも甘くて美味しいよ。みかん？違った、リンゴ味だった。次マグロ行く。次マグロ行くね。あ、クリーム味先に見ちゃった。で、お醤油がついてるからちょっとお醤油もつけてみます。お、お寿司っぽい。行くね。お、クレープ味する。お醤油はあんま分かんないかな。これいけるね。甘くて幸せ。いくら、いくよ。これ、これ一口でいくね。キャンディー美味しい。おー、いくらみかんソーダ味だって。チラシも食べます。うん、これはご飯がもちもち。とにかくどれも甘くて、で、もちろんお寿司の味はしないんですが、予想以上に美味しい。ごちそうさまでした。今回の渾身の一食いかがでしたでしょうか。なんとか作れましたね。よかった。不器用だからちょっと心配してたんですが、めっちゃ楽しかった。出来上がりもミニチュアみたいなんだけど、かなり本物に忠実に再現されていて、すごいなと思いました。チーク菓子ってたくさん種類がありますが、一番最初は1986年にねるねるねるねが大ヒットしたことから一気に知名度が上がったそうです。日本独自に作られているお菓子で、作ったり遊んだりする体験を通して子供たちにドキドキワクワクを感じてもらったりとか、想像力とか成長に必要な力を育んでもらいたいという願いが込められているそうです。一食を全力で楽しむことが好きな私には最高の一品でした。今回はチーク菓子、楽しいお寿司屋さんをご紹介させていただきました。ありがとうございました。今回の動画が好評だったら、あと何種類かチーク菓子があるので、そちらの方も作ってみたいと思います。ここで今まで動画にいただいたコメントをご紹介させていただきます。これはハーベストミルフィーユサンドを作った時の動画にいただいたコメントです。冷凍したらどうですかね。しっとりしてた方がケーキっぽいのか、数時間置いて冷凍したらうまそう。冷凍美味しそうですよね。確かにこれからの季節すっごいいいかも。やってみたいからもう一回あのハーベスト買ってこようかな。これ絶対冷たくてなんかいける気がする。コメントありがとうございます。コメントは全部読ませていただいてますし、可能な限り返信させていただきます。あとこんなメニューやってほしいっていうのがありましたら、ぜひコメント欄へお願いします。演劇集団青の会 YouTube チャンネル、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた来週。